たまになってんな。なんかそうそう、あれちょうどあの海藻と砂の間ぐらいやな、あそこ魚多い。ガシだかそれ。そうよ。ゾイっぽいな。なんとかゾイみたいな。なん。何やろ。ゾイっぽいや。ソイや。ソイや。ソイ。はい、一匹目ソイです。釣れました。ほら。おお。多分映ってるかな。アブシンと九千のメス。うん、アブシン、アブシン、アブシンやで。よかったな。こっちやん。こっち。なんなん一体もう。でもキスが折れってことは、まあまだキス？キスじゃないわ。ベラが折れってことは、うん、まだキスずれるチャンスある。あるあるある。だってそれだけ水が綺麗ってこと。そうそうそう、ある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 で。あんま汚くない。そうや。もう最悪の場合ベラ切れへんからな。ん？またあれ海藻か？なきゃどうなん？なんか面白いけど。なりまくってるわ。その中にまたアブシンおるかもしれん。これタラタンに返せないじゃん。わからんで、針についてこい。あ、なんかついてるぞ、なんかついてるぞ。アブシンちゃうの？ガチョ、お、ちょっとでかいやん。お、はい、やったやん。いー、よかったよかった。なんか久しぶりにちょっとでかいガチョやで。久しぶり。ほら、うお、やったなあ、ギガッチョガッチョガッチョ。ちょっと大きいで。ガッチョがおるってことはキスおるわ。おるおるおる。今からの時間や。今から、うん、起きたんや。起きるの遅かったんや今日。これ20近くあるぞ。よかったやん。来てる。わあ、また軽くなったな。逃げた。いや、なんかついてると思う。小さいやつ。でもキスじゃないわ。ガッチョの小さいやつちゃうか。てか、ほんとかな。なんか久しぶりにちょっとええガッチョ見たな。もうなんかミニサイズばっかりやってん、ずーっと。来たで、なんやこれ。お、9000。9000の青ちゃうけど、まあええか。9000のメス。ちょっとあれちゃうか、魚出てきたで、だんだんなあ。お、なんかついてる。なんや。お、ガッチョや。まあ、これいけんな。いける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 。ナギより小さいけど、ガッチョ。お、来た来た来た。ガッチョかな。ココクってしよう。コツコツってしよう。コツコツってしガッチョやな。キスではないわこれ。キスのあたりはひったくるやんか。グーンってコツコツコツってしてる。でも軽くなった。実は何もおらへんっていうパターンかな。あ、おるわ。いてるいてる。ガッチョやろやっぱり。ほら、ナギくん。まあまあレギュラーサイズやなこれ。15センチぐらいか。ナギ乗ってたのが一番でかかったな。これ餌買えるわな。何にもかかってないわ。あ、なんかついてる。ガッチョか。ガッチョ。あ、今日まあまあいいサイズばかり。そうやな。まあこれが普通やで。なんか最近ちっちゃすぎん出てんけど、まあ、これが普通や。
ついてる？出ないな。出ない？置いとけよな。出る？なんかついてるやん。ガッチュや。ほら。ほら。お、ちょっとでかい。でかい。おー、やるやんか。やっぱ当たりやったんや。大きいやん、それ。なあ。やった。やった。やっぱ当たりやったんや。ってことはあの、うん、船にも来るかな。うん、そやな。でそこで置き竿やな、ガッチョは。ちょっと待った。うん、もうキスはもう釣れへんわ。ガッチョ狙いやな。置いといて。でも富士船上げてみようか。だけど可能性はゼロではないじゃん。7時のチャイムや。え、ほんま？来てるっぽいで。でもうまい。なんかお、何や、ガッチュや。しかもでかいで。来てる。でかいで。お、お、やったー。 でかいでかいでかい。ガッチョガッチョ、やったな。やった、さすが富士船やな。いや、さすが富士船や。二つ飲んでる。さすが富士船やな。なんでこんなんもう売ってないやん、今はもうな、うん、両方飲むぐらいは、ね、両方飲むぐらい、あのええねんって。これはなんでかやったらふわふわすんねん、餌が浮いて。それはもう魚もな、喜ぶわ。やっぱ投げるわな。うん、魚喜ぶわ。バクバクや。うん、これ両方飲むってことはかなりもうやる気満々やで。魚なかなかないで。うん、なんかグググって当たりあんませえへんの、うん、これはよかったよかった。ガッチョ、はい、今日の釣果ですが、ガッチョの15センチから20センチぐらい、これが7匹と、アイナメの新子、これが1匹、キュウセンベラのメスが2匹と、ムラソイが1匹でした。キスメインで狙いに行きましたが、キスは全く当たりなく、残念な釣果となりました。まあこういう日もあるでしょう。また7月の上旬ぐらいに行ければなと思います。この魚はみんな今夜の天ぷらにして食べようと思います。この天ぷらできるする。どうにかして天ぷらにします。はい、最後までご視聴ありがとうございました。お願いします。マリンナイ。